このハレルソンがスリーポイントを決めるという、まあ、バスケ分かってるな、いいところで決めるなというそんなシーンが見れましたが、最初の得点、あ、昨日に引き続いてスリーポイント、橋本、ジョンギボン、さあウィングの位置、今度は逆の位置から、あ、2連続のスリーポイント、さあまた土屋が左に来たぞ、ワイドオープン3、あ、このリバウンドを取った、さあスプライリー、これはイージーバスケット、ハノーバー、ベクトン、オート、しかしうまくカバーした大谷、そしてエンドワン、バスケットカウント、さあスプライリー、スプライリーはスミスがつく、一旦下がります、さあスプライリー、情報のコーナー3決まる、土屋、菅野、左にハレルソン、中に入ってくる、いや外に出した、長谷川のスリーポイント、ハレルソンが正面からスリーポイント、リバウンドは菅野が取る、またハレルソンへボールが渡った、土屋がスリーを狙った、今日3本目のスリーポイント、さあ逆サイド、トモリ、トモリは38歳、おーっとここは橋本が決めてきました、そして新たに加わった1月から加わった新戦力、土屋も昨日と V 活躍をしています、ハレルソン難なく決めてきた、土屋からハレルソン、あと1点で3000得点の菅野もコートの中にいます、エチェニケ、エチェニケ、あー、これはノーマーク、高橋うまく回り込みました、エチェニケ外に出した、さあこのスリー、菅野、あー決まった、得意のスリーポイント、スルスルっと菅野が右コーナーに走っているぞ、さあこれ猪狩のスリー決まった、次につなげるためにも自分たちらしいバスケを見せていきたい、スプライル、スプライル正面に回った、決めてきた、ハイポストからのシュート、ハレルソン、やはりゴールしたリバウンドが非常に強い、ディフェンスリバウンドが強いこのハレルソンです、壊れも決まる、鎌田、あっと鎌田のところスミスがボールを取る、すかさず猪狩へ、そして素早いパース、決まった、さあもう福島は攻めないということですね、さあこれで試合終了となりました。